動いて取るか止まって取るかどっちかはっきりしさせましょう。で、止まって取る場合はそれでも波に揺られちゃうからどうしてもこう上下に揺られたりもするけど、相手が動いて、例えば魚が泳いでるような様子なんかはなるべく固定して取る。Thank you.